まあ初めのその10試合はまあ前言ったような感じで、そっからまあ角さんがやろうとしてたサッカーとかも結構みんな、うん、試合で出せるようになってたから、まあすごい、でまあ結果もまあ出てたし、でその後、2連勝して武蔵野かに負けたりとかってあったけど、内容的には結構まあ刈谷の内容のゲームが多かったから、あのまあ負けたけど、そんななんかまあまあこれからかなって、まあこれからっていうか、なんや、負けたけど、まあ、もっと質高めれば、まあ、次は勝てるっていうか、まあ、良くなってるなっていう印象はあった中で、まあ、カドさんがああなってしまって、ああなってしまったっていうか、まああなって、実際びっくりしたし、多分ほんま急やったから、まあ、びっくりしたっていう。でまあプロサッカークラブやったら、まあああいうこともまあ全然あるし、俺も長野、あジェフの時に1回と長野で2回かな、シーズン途中で監督が変わるみたいなのはあるから、まあまあ結果出えへんかったらやっぱ監督の責任やし、それはもう仕方ないことやなとは思うけど、うん、なんかそれで監督の責任だけでもないし、やっぱ実際プレーしてるのは俺たち選手やし、例えば俺が点決めてて勝ってたら、あ加藤さんああならへんかったと思うし、守備で守れてたら失点ゼロやったら負けてないしとか思うと、やっぱり選手みんな全員に責任あるし、そこは、まあ結果の責任は監督かもしれへんけど、そのプレーとか一つ一つのサッカーのプレーの部分では選手全員に責任があって、それをやっぱ改善しないと選手としては評価されないし、っていう風な思いで、まあ加藤さん来てから俺がキャプテンになったりとか、まあ今年もキャプテンやってくれって言ってもらったりとか、まあ、めっちゃ信頼してもらってた感じはあってさ、加藤さんと一緒に今 JFL 勝ちたかったなっていう、もっと勝って、まあ加藤さん S 級持ってないから J3 に昇格したしてもまああれやったんやけど、でもまあ J3 昇格させた監督っていう風にはできたやんか、いやほんまそうしたかったなっていう思いは俺個人的にはあって、刈谷の契約終わってからもちょっとまあ連絡取ったりしてて、まあ刈谷の監督じゃなくなってからでも、なんか刈谷がこれから J3 昇格して J2 昇格してっていうのをとか、あとは選手みんなが、サッカー選手としてもっと、活躍できるっていうことを、なんかほんまに応援してくれてるような人やから、なんかまあ俺は、まあ、加藤さんはどうなるか知らんけど、まだまあ、カドさんはまたそこで多分サッカー界にではやるような話やったから、いや頑張ってほしいなって俺は思うし、なんかまた一緒に仕事できたらいいなみたいな感じでも言ってくれたし、そうそうそうなった時にカドさんを助けられるぐらい俺が力をつけときたいなって思ってます。いやマジで、でまあ新しい監督が来てくれて、どうやろうな、まあ、まだ来て2週間とかだからそこまで監督のこと分かってないけど、なんやろな、
まあ、結構過去にはこう育成のところを見てた、まあ、門さんと同じで育成を見てた感じの人やから、そういうの、うん、なんか何やろ、そういう感じがするっていうかでやっぱなんかその止めて蹴るみたいなところをすごい今まで一緒に仕事した監督の中でも結構こだわってやってる感じの監督で、基本的なボール止める蹴るみたいな。でパッと見パス、パスの練習してる時に普通になんかうまくいってるプレーでもその村田さんの感覚では、あ今の止まってないねみたいなとか、あそういうそこまでなんやろ突き詰めてるっていうか、そういう風な、うん、だからまあ結構面白いっていうか、なんかそれ村田さんが求めてるレベルまでみんながやれればどうなるんかなっていうところはあるから、でチームとしてもそれは良くなるとは思うし、まあ、自分もそうやし他の選手たちもそれができるようになったら、選手一人一人成長できるんじゃないかなって思うから。で村田さんが言うにはあと5歳若くなれるって言われたから、まだまだいけるなっていうそんな感じかな。うん、何やろうね、新加入。ああそうやね、新加入2人入ってきて、かなり若めの2人です、ね、そうやね、1は多分一番若いんかな、あの小型と同い年で、多分カリアでは多分一番若くて、なんかもうすんげえ真面目な感じなんだ俺もあんまりまだ分からんけど、とりあえずでかくてポストプレーがこうできてシュートもうまいし、うん、点取ってくれるのを期待してますけど、そうだね。であとは、誰や、ああそう、相葉は宗太郎が大学の同期で、相葉は大学でも、キャプテンしてたりとか高校とか中学でもキャプテンしてたみたいな、でめっちゃ真面目なって感じで宗太郎は言ってたかな。まあ真面目そうな、なんかすごい練習終わりに一人でなんかフィジカルつうかなんやろ、こうシャトランみたいなアジリティみたいなやってたりとかしてたから。ただ俺秋田の友達いて、三上ってやつ秋田の友達やねんけど仲良かったらしくて三上って結構ふざけたやつやねんやこれ言っていいんかな分からんけどそう、でそいつからあれよろしくお願いしますみたいな連絡来て、そうだからちょっとまだ分からんけどこれからあの暴いていけたらな、うん、そうかなとは思いますね、はい、今まで 3得点、ああそうやね、3得点、1点1点振り返るみたいな、ああはいはい覚えてるよ、終わり際に 3-0 の状態でコーナーからヘディングやんな、はい、覚えてるよ、はい、振り返るあれはまあセットプレーはまあずっと練習してるでことで、まあ、1点目もそうやし2点目の武蔵野の試合のセットプレーもあれもセットプレーで、あれもあれは開始10分ぐらいだったかな、そのくらいですね、うん、まあ、練習してることが出せたって感じで、うん、で最後、うん、最後っていうかあれか、まあ、鈴鹿、ああそう、それも鈴鹿やね、そうあれも開始8分ぐらいとかやんな、でセットプレーの崩れからまあ、クロスからヘディングみたいな、はい、うんうん、振り返る振り返る、まあ2点目2点目、武蔵野の試合の時の俺のコーナーのマークが、はい、パルセイロの時のチームメイトの
コウキョンテやってんけど、そう、そのコウキョンテのマークを外しての得点やったっていう。だから嬉しかったで、3点目の鈴鹿の試合の時の、まあ、マークっつうか点取った時の、まあ、ちょうどセンターバックの間でヘディングしたんやけど、その俺の後ろにいたのがパルセロの時のチームメイトの坂田さんやねんや。でちょうど多分パルセあ、インスタかフェイスブックかなんかで FC カリアの公式が上げてるその得点シーンの写真で、俺がヘディング決めてなんか起き上がろうとしてるところの後ろで坊主頭がめっちゃ悔しがってるのがあんねんや。あの人がチームメイトやねんけど、嬉しかったっていうそう、知り合いのところでまあ点取れたっていう、嬉しかったかな、うん、でも俺が点取ったら勝たれへんっていうねそう、うん、まあ意気込みか。鈴鹿2戦目やりましたけど、うん、まあ、とりあえず一巡して、うん、次からは初対戦のチームはいなくて、うんうんうん、で、2試合目みたいな感じですけど、うんうんうん、なんやろな、まあ、まあ半分やってなんかめちゃめちゃさあるなみたいな相手は正直そんなにいなかったん、俺的には。うん、だから、まあ、次もう一回やったら全然できんじゃないかなって思ってるし、まあ、監督も変わってチームも良くなってると思うからいけんじゃないかなと思いますけどとりあえずまあやっぱでも残留は絶対やから、うん、そこはなできるようにやるしかないでしょううん、いや練習とかもほんまやっぱ監督変わってこうみんな何やっぱアピールせなあかんしさまあ、ピリッとしてる感じはあるからチームの中でも競争してやっていけば勝てるんじゃないかなと思いますけど、どうですか。勝ちましょうはいですね。なんか最後締めた方がいいね。そうですね、そうやんな。なんやろ。はい、じゃあはい、今回も見ていただいてありがとうございました。8月21日からまた、試合が再開します。監督も変わって、新しい選手も入ってきて、新しい FC カリアとして、戦います。と残りの試合 しっかり勝って残留できるように頑張っていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画も見てください。さよなら。